皆様こんにちは。レック専任講師の赤木です。この度はコロナウイルスの影響により試験日程が延期になるという未曾有の事態になってしまいました。皆様大変不安な日々を過ごされているのではないかなというふうに思います。私からは皆様の不安が少しでも解消できればと思いまして、この動画を撮影させていただきました。話が拡散しないように主要7科目、これを想定してお話しますけれども、その他の科目についても適宜応用いただけたらと思っております。なお、動画の閲覧に時間を使いすぎるのは本末転倒かなと思いますので、簡潔にしたいと思います。今回の試験の延期というのは緊急事態と言えるかと思います。しかしながら、だからといって試験内容まで大幅に変わるというわけではないと思います。従いまして、やるべきことはこれまでと同じというふうに考えていいのかなと思います。大きな方針としましては、担当であれば法律科目で7割から8割、論文では一応の水準を超えて良好を目指す、この大きな方針というのは変更不要かと思っております。単純に見れば、時間の猶予が 1,2 ヶ月できた、こういうふうに前向きに捉えるのがいいのかなと思っております。じゃあ具体的にやるべきこと、これまでと同じと申しましたが、何をすればいいか。先ほどの担当7割から8割、論文一応の水準以上、ここの目標を達成するには、やはりご自身の弱点、これと向き合って克服する、これにシンプルに尽きるのかなというふうに思っております。もう少し具体的に言うと、主に弱点が担当分野なのか論文分野なのか、これによって変わってくるかなと思います。担当につきましては、直近で担当が不合格であったり、あるいは予備試験初受験、もしくは司法試験の受験なんだけれども担当に不安を抱えている、こういう方はやはり担当中心の勉強をするべきなのかなというふうに思います。特に予備に関しては担当の突破のハードルがとても高いというところはご存知だとは思います。その中でも論文用の条文判例、この知識からの出題も相当数あります。この中で失点ができるだけなくなるように、この失点は相対的に沈んでしまう要因ですので、この部分の弱点、これがないのかというのを再度過去もこれを繰り返しておく中で発見し克服するという努力を繰り返していってください。なお、私のクラスの方は2年目の講座で使う講義編のテキスト、これが圧縮版で、コンパクトにまとまっておりますので、こちらをご活用いただければいいのかなというふうに思っております。それから担当プロパ、これについては、先ほどの論文用の判例条文、この知識というのがベースにあってのプラスアルファと思い、過去問と基本テキストを上限としてコツコツと解いていくということをお勧めしたいと思います。次に、論文で直近不合格であったり、あるいは司法試験初受験なんだけども担当は大丈夫だけど論文はという方については、論文を重点的に時間配分するというのがいいかと思います。論文が苦手というふうな方の大きな、原因というのは二手に分かれるかなというふうに思っております。一つは基礎知識が出てこないから書けないというパターン、もう一つは使い方が分かっていない基礎知識がある、こちらになるのかなと思います。前者の基礎知識が出てこないから書けない、これは端的に基礎が不十分と言わざるを得ませんので、基礎知識について書くという訓練を意識的にしてみてください。それから使い方の分かってない基礎知識があるということであるならば、これは解き方に難があるという可能性があります。正しい解き方をしていれば使い方の分からない基礎知識というのはなくなっていきますので、正しい解き方というのを踏まえてもう一度過去問等を検討する中で、使い方の分からない基礎知識というのをなくしていってください。なお、論文について当てはめであったりとか応用であったり、ここが苦手という方もいらっしゃるとは思いますが、ここは基礎ができていての応用であり、かつ当てはめであるというふうに思っていただいたらいいと思います。もちろんここで大きな得点することも可能ではありますけれども、まずは基礎で失点しないこと、ここを最優先にするべきだろうというふうに思っております。基礎はもう大丈夫という方は、応用や当てはめのノウハウ、これをしっかりと習得いただければいいのかなというふうに思っております。なお、論文も担当もどちらも苦手だという方は、これについては時間を使うのはインプットにしていただいた方がいいのかなと思います。基礎の突貫工事、これができる時間ができたというふうに前向きに捉えていただければと思います。時間があるからといって新しいことに手を出す、これはやめましょう。10の不正確な知識よりも
1の正確な知識、これが試験で役立ちます。これをしっかりと身につけるという方向で、弱点を一つでもなくすという方向で努力を続けていただければと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。一人でも多くの方に合格につながる何かが提供できたら幸いであります。以上です。